皆様こんにちは、田尻陽一です。今日は私の音楽会でお楽しみください、メインはベートーベンの、ピアノソナタ第8番悲愴。今日はこれをね徹底的にお話しして、それで演奏したいと思います。ですね、まずその心のベートーベンの心の動きっていうんですかね、1楽章から3楽章まで実はこれ決まってましてね、楽譜に全部書かれてるんですね。でそれは私の勝手な個人的な思い込みじゃなくてね、実は楽譜に書かれているというのをちょっとこういう機会ですからね、ゆっくり喋ることもないので皆様にお伝えしたいと思います。最初にですね、まずこの曲ができた情景っていうんですかね、ベートーベンはですね、実は25歳の時に作品1っていうのを書いたんですけれども、ちょっと遅咲きですかね。ところがね、その作品1の時から、むちゃくちゃ出来が良かったんですね。周りがびっくりするぐらい。それで、例えば先生であるハイドンなんかもね、ものすごく驚いて、ベートーベンに嫌味なんかも言ったりしてね、そんなことも残ってますけども、さあそれでね、ベートーベンがこれからこのウィーンっていう場所にいましたのでね、もう第二のモーツァルトになるんじゃないか、もうものすごくね顕示欲もあって若いですからね、それで、さあこれからもうどんどんね、こう上を目指してね頑張るぞという時にですね、皆様もご存知でしょうけども、耳を悪くするんですね。耳の疾患という大変な出来事にあっちゃうんですね。これね、耳の悪い作曲家他にもいらっしゃいますけども、スメタナとかフォーレとかね、みんなでも晩年の事件でね、ベートーベンの場合本当にさあこれからという時にこういう事件が起こった。耳が悪いっていうのはね、もう音楽家にとっては致命傷ですね。特に昔でしたら、シンガーソングライターですから、自分で作って自分で弾いて、それで宣伝もしなくちゃいかんということなのでね、第一こう人と喋れないとか、毎日鳴ってる鐘がね、ウィーンの鐘が聞こえなくなるとか、これはもうなんかね、音楽を楽しむ音楽家が好きでやってるベートーベンとっちゃね、生きるのも嫌だみたいなね、そう思うのもね、当然だと思います。この悲愴ソナタはまさにそういう時に作られた曲でね、自分でね悲愴と題名をつけたんですけれども、そのね、2年後には彼本当にこう自殺しようと思って遺書まで書くんですね。それぐらい切羽詰まってたと、こういう状況でできました。それでね、今日はちょっとその悲愴というのを、多分皆さんご存じないかと思うことをお話ししたいと思います。ちょっとお待ちください。悲愴という題をですね、つけた初っ端ね、ちょっと弾いてみますね。これね、グラーベと言いましてね、ものすごく重荷を背負って歩くっていうようなね、そんなイメージで作られてるんですが、実はこれ今弾いたとこなんですけどね、これこんなんきっちり分からなくていいんですよ。分からなくていいんですけど、こう視覚的にね、ちょっとこれをね、一番最初ね、はい、その次でこうなるね。これね、最初に種明かししますとね、この曲っていうのはここから全部ができてるんです。これがねベートーベン流の作曲法なんですね。でこれを見てハイドンとか、もう亡くなりましたけどモーツァルトはね、他の作曲家たちがね、こんなことができんのかと驚いて、それで実はその後もね、その後の作曲家もみんなトライするんですけど、ベートーベンのようになかなかできなかった、本当のね、なんかこう特許みたいなもんですかね。でそれをちょっとね、
これを頭に、まあ入ってるわけないけどね、まあ要は悲壮ですからね、ガーンと来て何かがね、もろしょぼしょぼしょぼ、それでちょっと跳躍してガン、でまたしょぼしょぼしょぼ、でまた最後にまた跳躍してガンね、これは順番に来る悲壮じゃないね、やっぱりこうもう本人のそのショックですよね、それがすごくそう現れてると思うんですが、さてここから音楽が始まります。それがね、人助走が終わったところで次にね、アレグロ・ディ・モルト・エ・コンブリオという場面がやってまいります。まあこういう曲が始まるんですけどね、これ僕ね初めて見た時にね、悲壮やろと、悲壮やのにね、あモルト・コンブリオっていうのはどういう意味かというとね、まあ、あの大阪弁で言うとむっちゃ元気にっていうことなんですよ。もうとにかくね、もう、じっとしてなくて、もうとにかく元気はつらつ頑張れ、もう飛び跳ねるというような意味なんですね。でそれの最上級なんですね。で旗と悩むわけや、この曲悲壮やろと、なんでそう元気にってことになるの、まあ、こういう話ですけど、これがね、まあ、実はベートーベンなんです。ベートーベンっていうのはね、こう障害があると、その障害にあった時に必ず抗うんですよ。そのね、運命を任すということはしない、流れにね。でそれはもうベートーベンの性格なんですけどね。ということで、つまり戦いが始まるわけですね。これ、ね、実はね、実は実はですけど、この通りに進むんですよ。つまりね、この跳躍だな、この幅がもう全て同じように進んでるんです。まあ、つまりベートーベンがおっしゃってることはね、さっきこのまさに、悲壮なね、この自分に対するその困難がね、この目の前にダンと現れた、それに対して逃げることなく同じところで戦うという宣言なんですね。だから相手はもうそこにいるわけ、もうこの跳躍がこの曲なんですね。でちょっと戦いが終わった時、終わった時のねメロディってこれと、まあここでできてんですよ。つまりね、跳躍もしてもろもろもが入ってる、ちょっとね、ちょっとテンションがね、そのガーンもやもやもや、ガーンもやもやのそのもやもやがちょっと入ってる。まあ、まさにね、その心の感じがね、最初はもう真っ向に勝負するだけどちょっと入って、で、そういう流れがねあって、まあ実はこの曲ソナタ形式でね、まあざっくり言いますと、最初はねちょっとね、相手を甘く見てたんだな、勝利光がもうすぐ見えてくるんですよね。だからひょっとしたら、うん、これは案外この状況はね早く克服できるんじゃないかと思うんですが、だけどね、展開部その先になるとね、またこうとにかくこの同じ幅だけ飛んで飛んで、また戦いが始まって、まあざっくり言うと、その真ん中のところでね、攻守逆転、だん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 こうね負けの方が多くなってきます。それで戻ってきた時に、まあ最初よりもね、もっとこれは深刻な事態になって、同じように進みまして、それが終わる時にはもうね、完全に負けるというかな、まさに悲壮、一番最後にというね、このガーンというのさえねなくなって出てくるんですよね。つまりもうね、最初に帯びたショック、悲壮感がね、それをなんていうか捉える元気もない、もう本当にもうほとほとなんか敗北、負けちゃったっていうような感じでね、まあ一楽章が終わるわけです。これをねまたソナタ形式という中でね、見事にまあ表現してるんですが、さあここで終わりません、二楽章に続きます。同じようにね、まあ昔から伝統でね、二楽章っていうのは、まあその
祈りだったり慰めだったり、あるいはこう時間をかけてゆったりと自問自答する時間ですね。これはまあクラシックのまあ伝統なんですけれども、つまりここに今すごい衝撃が起こった、敗北した、ね、精神がこう粉々になった、それをまあね、まあ、ひょっとしたら神かもしれません、自分かもしれません、それを慰めてるわけだな。ここでまたさっきの出てくる、このジャンプするんですけどね、だけどすごく穏やかね。その後つまり二楽章のね時っていうのはこっちに向かうんです。今度はそうやって曲ができてる、メロディーができてる。つまり今まではねこうやって戦ってきた、だけどまああの二楽章をこう慰めに入ると圧倒的にこういう音楽になってくる、それをなだめるようにねなってくるんですけど、だからそうやって曲ができてるわけね。まあ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 ちょっとよしよし我慢せいやというまあ声が聞こえてくる。だけど例えばですけど途中にね紆余曲折いろいろありまして、これはこれの逆をやってんですけど全く逆が出てくる。とにかくさっきの逆が出てくる。二楽章はね途中で一箇所ねまさにこのまんまが出てくる時がある。つまりねもうそんなもう慰めじゃ我慢できん、ちょっともう一回決闘だみたいな瞬間が一箇所出てくる。だけど大体においてはそうやってねこう慰める側に変わってくる、まあ、これが二楽章の、まあ、祈りだったりするわけですね。さて三楽章、これが結末です。この音楽のね若いベートーベンがどんな結末を作ったかと言いますと、これもう一楽章のあの時聞いたまさにメロディーね、本当に格闘してる時じゃなくてちょっとこう格闘が収まった時のメロディーでスタート。その後これまた二楽章のねこう慰めの音楽が出てくる、つまり諦める方が出てくるね。それがまあ混じった今心の状態ということですね。つまりさあもう一回元気に頑張ろうかというところには行ってないベートーベンとしたらね。で途中でこんなことが出てくる、これねトリロリラタ左が4つ残ってるんですね。つまり4つ上がってる、まあ、昔はこう喧嘩してたまさにその恩恵が出てくる、ね、戦ってた恩恵が出てくるんだけどすごく爽やか、もっとね笑みをさえ こぼれてる。つまりねそのまさに、その難問だな、難問に対してねこう笑顔で付き合おう付き合おうねとしてるわけです。もうそれを食べちゃってもう喜びに変えてね、今あるその障害をね喜びに変えて、だってどうせ付き合わなきゃダメなんだからね、耳という障害に対してはね、でそれを笑顔にこう変えるわけ、変えて例えばこれもねファー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 シっていうのはこれ昔はこの幅で戦ってたんだけど今はもう安らぎね、これを柔らかくもう温かく捉えようというね気持ちにどん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 こう自分を変えようとしてるわけ。ところが おしまいにはね無理っつって終わるんですよ。そんなことは無理、つまりその心の葛藤がね出るけど無理と終わる。そしたら次はこんな部分がある。これはこれ二楽章と全く同じメロディーが出てくるね。ということはまた神様かなんか知りませんよ、それがねまあまあそう言いなやと、もう一回ね落ち着いてねこうやってみろ、またそういう場面が来る。ならそれに対して今度はねやたら怒って無理と言うんですこの人は、というなんかそういう流れがあってねいろいろあって、でとにかく最後もうなんていうかなその我慢できないね、だけどしょうがないこの現実を受け止めるしかないねというふうにまあ曲が終わるわけですね。つまり
なんかねもやもやとしてもう文句はあるけども我慢はできないっつって終わるわけでね。でまあこの辺がまあベートーベンの若い時の悲壮の感覚ね。これが年取るとまた変わってくるんですが、だけどねそのまあある意味大人げなく無理っていうその感じがねすごくその若いベートーベン、決してね悲壮だから落ち込んでねどっかこう世も末だって言って諦めることじゃない。この人は必ずどっかこうむくむくとね反骨心抗う気持ちがいっぱい混じってるんですね、というまあ大体のストーリーでございます。これはねまあ私の思い込みじゃなくて楽譜に書いてある、そこが問題でね、まあベートーベンの技術のね凄さをまあ物語ってると思います。別に音楽ですからそうやって聴かなくてもいいんですけど、まあちょっとね今日はこういう機会ですからちょっとそういう気分を込めて、ちょっと鑑賞してください。じゃあ悲壮のソナタ三楽章まで通して、演奏させていただきます。
ベートーベンの悲愴でした。ベートーベンはね、実はこの後に、まあその自殺なんかもね、まあ、31ぐらいの時ですかね、まあ、本当に深刻になって、ところが、その後にですね、あのベートーベンというのは、まあ、今のような技術を駆使しながら、今度はね、要は自分がね辛いと、あ悲しいと、こんなものを逆に言うとこう人様に見せていいんかっていうのはね、まあ、そういう、まあ、できた人にどんどん育っていきましてね、もう自分は耳が聞こえないとか、例えば友達がいないとか、助けてくれる人がいないとか、まあ、そういうことを、とは関係なしに音楽を書くという限りはね、やはり人々を必ずこう幸せにしないと、人々を勇気づける、元気づけるための作品をね作らねばならんというふうに、まあ、心に誓って、32、3の時から最後の作品に至るまで、必ず何て言うかな、こうハッピーエンドのね、人間が元気になるような曲を書くことになるんですね。だからそっちの方が、まあ、ベートーベンは偉いっていうことなんですよね。まあ、悲愴のようなね、ちょっとこう自分で我慢できん、もうどうしてくれよなんて言って終わる曲はね、まあ、実はここら辺までっていう話でね、だからそこが、まあ、ベートーベンの本当の意味の学生、音楽のね成人たるところに、まあ、将来になります。まあ、そういうことで、ちょっとあの重い曲でしたので、一曲ショパンの、別れのワルツという、 こうちょっと温かい曲を、まあ、ちょっとお聴きください。
ちょっと私事の話で申し訳ないんですけれども、実はですね、私ベートーベンと誕生日が同じでね、昔から、なんかね、まあ、僕は何やったわけじゃないんですけど、すごくこう嬉しくてね、それでまあちょっと縁を感じてまして、で私もね、小さい時からまあ、ピアノは頑張ってた方なんですけれども、ね、ベートーベンが最初に作品を出したのは25歳、25歳ってこう簡単に言うけどね、実はね、こう結果も出ないね、誰も助けてくれない25歳までって結構しんどいんですよね。でだから私もね、なかなか結果も出ないし、まあなかなかしんどい時期をね暮らしてましたけど、まあベートーベンと比べるとね、まあいいかなんてちょっとこう、安心もしてたんだけど、でもベートーベンは25、さっきもね吹きそうみたいに28、9歳ではもうこんな立派な曲を書いてられたので、でね、さすがに私も20代後半は焦ってました。そんな時にね、まあちょっとある先生と出会って、これがねものすごい先生で、アルフレード・コルト、ヴィルヘルム・ケンプがね私の弟子だっつって取り合いをしたような、なんかまあ世に言う有名な天才なんですけれどもね、そのね彼女にまあ実は習いに行った時にね、そのプロの凄まじさを知りましてね、まあ、つまりね、何でも頭に入ってて、何でも勉強済みで何でも弾けるんですよね。でそれをこうなんていうかな、こう話に聞くんじゃなくて目の当たりにした瞬間にね、まあ、なんていうかふつふつと燃えるもんが出ましてね、でそうか、人間ここまでできるのかと思いまして、で実はその後ね、まあ、30超えたぐらいからですけれども、ベートーベンのね、ピアノ曲全部、シューマン全部、モーツァルト全部、シューベルト全部、その他、ブラームスも みんなやりました、ショパンもやりましたということでね、もう膨大な量を実は公開で演奏させていただいたんですね。でこれはね、まあベート、まあ、自分で言ってはちょっと手前味噌で恐縮なんですけれどもね、まあなかなかそういうことをやった人はね、いない、もうお前は陽一はお前は世界でね初のことをやったんだって言ってね、まあ、ちょっとこうお褒めをいただいて、もちろん一般の人はそんなこと関係ないのでどうでもいいことなんですけどね、まあでも僕の中ではね、7年後ぐらいかな、ベートーベンに遅れること 7,8 年でね、まあ仮にもちょっと世界で初めてみたいなことができたかな と思って、まあ、自分のね、なんていうか生活の中でね、すごくそれを糧にしております。最近はですね、まあ、調子に乗ってもっとこうレパートリーを広げてるんですが、まあ、それを最後にねちょっとだけ1曲弾いて終わろうと思いますが、その前にですね、この場をちょっとお借りしてなんですが、たくさんの曲を勉強してそれで練習して覚えてね、弾くのっていうのは大変なことですけども、実はね一番大変なことっていうのはそのね、音楽会を開催するということなんですよね。つまり僕を信じて主催してくれる人がいる、僕を信じてこうお客さんが集まってくれる、僕は関西なもんですから関西のお客さんは本当に温かくてね、必ず音楽会は一番前から埋まりますので、なんかね弾いてる間にその目でこうコンタクトを感じる、もう本当にこうアットホームな感じでね、本当に皆さんのおかげでね、なんか私もここまでこう、まあ、人生楽しめたと思って、まあ、この場をお借りしてねちょっとお礼申し上げたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで一番最後にね、僕交響曲のねベートーベン全曲だとかブラームスの全曲もね自分でアレンジして弾いたんですね。でまあまあ今日はそういうわけにいきませんので、ちょっとその名残でね、短いほんの短い曲を私のアレンジでね、最後に聴いていただいて終わりにしようと思います。ヨハン・シュトラウスの、雷鳴と稲妻だったかな、なんか要は雷の話ですよ。ゴロゴロゴロバシャーンとこう雷が落ちてくるというのをね、面白おかしくポルカにした作品でございます。では最後にヨハン・シュトラウスです。